どうもゾロゲームズのザタドゥイースということで、今回もですね、ロブロックスにあります、スキビビータワーディフェンスですね。こちら遊んでいきたいと思いまーす。はい、ということで、今回の企画なんですけども、ズバリ、こちらでございます。じゃじゃーんというところで、はい、こっちのね、エンドレスモードをやっていきたいと思います。ね、このトイレットタワーディフェンスにもですね、エンドレスモードあると思うんですけど、こっちのね、スキビディタワーディフェンスの方にもエンドレスモードがあるんですけども、これね、ちょっとトップ50のね、ランキングのね、これ表なんですけど、これ見てください、これ。1位1700、これウェーブってことだよね。で、そう、で、これトップ50なんだけど、数字がおかしいんだよね。500とかさ、これ、すごない?どういうことなんだろうっていうところで、まあ、ちょっと今日はですね、こっちのね、エンドレスモードはザザさんもね、全くやったことがないので、今日はこっちのスキビティタワーディフェンスのエンドレスモードをね、まあ、やってみて、まあ、どこまでいけるのかね、今のザザさんがどこまで通用するのかやっていきたいと思いますので、ぜひ動画最後まで楽しんでいってくださいというところで、じゃあ早速やっていきましょう。とりあえずね、目標は、まあ、100かな。100ウェーブ目指してやっていきましょう。それでは、スタート!はい、それではですね、エンドレスモードをやっていきたいと思います。というか、ちょっと待って、これさ、マップ、何これさ、初めてだからさ、どっから来んのこれ。こっちから来んのこれ。さあ、というところで、ちょっと待って。まずちょっとコースを把握しとかないとさ。あー、やばい、来てる。え、ちょっと待って。これさ、絶対そこで分岐するやん。ちょっと待って、ここで倒したりとかいいでしょ、ここで。え、ちょっと待って。おー、やばい。ちょっと待って。え、どうしようか。ちょっと待って。500ウェーブとか言ってる人すごない?ちょっと待って、どうしようか。とりあえず、どうしようか。ここで分岐して合流して、あ、ここでまた分岐するんだ。じゃあここにはスポットライト置いとくか。まあ、ちょっと本当にね、ガチでこれ初めて。こっちのね、エンドレスモードは初めてなんで。ちょっと見ていきましょう。おー、タイタンカメラマン!え、タイタンヘルス 1500? マジで?ちょっとどうしよっか。とりあえず、なるほどね。ここで分岐して、で、こっちで、あ、一直線。まあ、割と、マップ自体はすごいシンプルな感じなんだね。なるほど。じゃあ、ちょっとやっていきましょう。うわー、ちょっと待って、これいけるか?ちょっと待って。まあ。多分、あー、でもちょっと待って、ちょっと大丈夫か?いきなり結構突破されてるが、突破されちょる?やばい。ちょっと待って、これあれだね。ちょっとさ、早速ちょっとあの、斬撃を飛ばせるさ、斬撃飛ばせるのかどうかわかんないけど、そこのスナイパーがついてるね、マイクアサシンをちょっとこれ設置したいなと思うんですけども、どうしよっか。ちょっととりあえずなんとか最初はしのいで、あれだよね、お金を貯めていかないといけないんですけども、ちょっと突破され始めちゃってるか?ちょっと待って、やばい。ちょっと待って。やばい。ちょっと待って。大丈夫か。とりあえず800貯めたい、800。でも大丈夫。ギリギリいける。そう、こっちのスポットライト、ライトマンにもね、スナイパーついてるから。いける。でもちょっと待って。ちょっと。おっと。行かれてるね。ちょっと、しょうがない。とりあえず1体。1体はまあしょうがないね。とりあえず、待って。ちょっと待って。どうしよう。いける。800貯まった。これどうしよう?どこに置くべきなんだ、これ。わかんないな。どうなんだろう。ここ置けないな。高台になっちゃってんのか。もう、ここに置くか。ちょっととりあえず。とりあえずね、この超広範囲レンジを持った、このマイクアサシンでね。強い。だいぶ楽になったぞ。とりあえずね、もうこいつをね、とっととマックスまで強化して、やっていけばいけるんじゃない?ねえ、とりあえずじゃあちょっとね、目標100でやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、ザトさんが何ウェブまで行くかね、予想しながら見てみてください。っていうところでね、ガンガンやっていきたいと思います。さあ、ということで、ウェーブ今35まで、はい、一気にやってきました。はい、というところで、まあ今現在のね、編成っていうところなんですけども、ちょっと待って、突破されてない?危ねえ。ちょっと待って、やばい。ちょっとやばいよ。さあ、というところで、ちょっときつくなってきたか?さあ、今の編成はですね、こんな感じですね。マイクアサシンがもう4体すでにね、今マックスまでね、レベル上げているんですけども、だからここでなんか防衛ライン気づいてるって感じですね。はい。で、このね、
アサシンですね。アサシンじゃなくて、このエンジニアですね。エンジニアも、サイエンティストも、サイエンティストカメラマンも、もうレベルマックスまで全部いってるって感じですね。はい。危なかったな、今はちょっと。ねえ、ちょっと今のは危なかったぞというところで、もうかなりね、まあ今のところちょっとさっき危なかったんですけど、今のところはね、難なく進んでるんで、まあ果たしてこれがだからどこまで通用するのかってところですよね。はい、というところで、まあまたちょっとね、詰まりそうなところが出たらね、またちょっと動画でね、止めていきたいと思いますので、まあちょっとこのままね、ガンガンやっていきたいと思います。ていうか突破されてる。さあ、というところで今ウェーブ42までやってきました。ちょっと普通にもうきつくなってきたぞ。いやもうやっぱゴッドリーいないときついのかな。ちょっとね、ただ突破されそうな場面がね、出てきたんですけど、やばいな。これちょっと50はいけるから、ちょっとね、一瞬ヒヤッとした場面がね、何回かあったんですけども。さあ、というところで、お金、もうでもね、お金は結構溜まってるから、どうなんだろうな。まあ、やっぱここら辺で足止めした方がいいのか。ここら辺で足止めかけてった方がいいのかな。やばい、ちょっと待って、飛ばされた、やばい。とりあえずこのスポットライトで足止め。あ、待って、あ、もうと、あれだ、もうユニット15まで出てるって。え、マジ、え、4、8、12、ん ?4、8、ん ?1、2、3、4、5、6、あ、あ、やばい、そっか、もう15個出てんのか。あ、とい、やばい、ちょっと待って、大丈夫。やばい。そうか。ちょっと待って。これもう、15出てんのか。ん ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。そうか。15体か。もう置いちゃってるんだ。やばいね。これだから、あれかな。どうなんだろう。突破された時用に考えて、やっぱ後ろにもちょっと防衛ライン気づいておいた方がいいかな。ちょっとなんか、前線で固めちゃったこのね、このユニットの配置位置なんだけど、いけるか？大丈夫か？やばい。マイケル・ジャクソンスキリティ来たよ。やばい。ちょっと待って、普通にこれ、50もいけるか怪しくなってきたぞ。さあ、というところで、ちょっと待って、どうなんだろう。前線、でもどうなんだろうな、わかんねえな。ちょっと、最適なね、配置位置を知りたいなっていうところなんですけども、このアストロに結構突破されるんだよね、この、ディテーナー。やばい、ほら、ちょっと待て。やばいぞ。まあでも大丈夫か。難なくはいけているが、ちょっと待って。来た。ジャガーノート来たよ。ジャガーノート、アストロ来たよ。やばいんじゃない？大丈夫か？結構きつくなってきたぞ。やばい！ちょっと待って。突破される。大丈夫。危ねえ。ああ、やばい。ちょっとヒヤッとしてきたぞ。やばい。ちょっと、これ500ウェーブいってる人とかちょっと化け物だな。やばいぞ。もう、この時点でザダさんすでにちょっともう結構きついんだから。さあ、というところで、まあでも、これ仮に突破されたとしても、まあお金だいぶ溜まってるから、最悪、まあユニット打って、もうここの後ろに急いで配置するっていう戦法を取るしかないな。危ねえ。とりあえず、最低50は行きたい。さあ、というところで40、今46だね、46。いや、これ100行きたいとか言ったけど、100いけないか、これ。やっぱゴッドリーがないときついのかな、この編成じゃ。ねえ、ちょっとこれはやはり、まだザタさんレベルじゃ、100行くのが、もう関の山ってところかな。さあ、というところで、まあ、とりあえずちょっとね、行けるとこまで行くんですけども、そう、このさ、ディテーナー来たときちょっとヒヤッとするんだよね。ディテーナー来たときさ、こいつ結構 HP あるんだよな。やばい、ほら。危ねえ、いつもギリギリなの。さあ。ちょっと待って。ジャガーノートも来てる。ちょっと待って。やばい。いける。大丈夫。ちょっと、スキル使おう。よし。オッケー。やばい。スキル。使って。止めろ。危ねえよ。なんだ。なんかサイエンティストから出てきた。なんだ？なんか残像みたいのがいる。やばい。なんかちょっと敵のユニットもなんかちょっとやばいの出てきたぞ。なんか、うわ！こいつが生み出してんのか。これ。これ何これ。これロケットレーザートイレットか。やばいな。
何そういうやつも出てきたの、やばいぞ。ちょっとこれ50も50もいけないかもしれない。え、ちょっと待って待って、あ、やばいやばいやばい、ちょっとウェーブスキップしちゃった。いやー、ちょっと待って、もうとかもう置けないもんな。え、待って、もう、え、もう置けない、置けない、ちょっと待って、これどう、ちょっと待ってやばいなやばいなやばいな、これ2段、ちょっと待って、これさ、ちょっと待って、これこいつら後ろに下げた方がいいかな。ちょっと固めすぎちゃったか、やばいな。後ろに漏れた時のことをちょっと考えないと、そろそろやばいかも。ちょっと待て、ちょっと待てやばいやばいやばい、ちょっと待って、止めろ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 、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、一体下げるか、一体下げた方がいいよな。ちょっと待って、1体下げるか、下げた方がいいよね、いいよね、ちょっと、どう、そうだよね、下げた方がいいよね。だって結局、範囲が重なっちゃってるって、もったいないもんね。さあ、というところで、あ、ウェーブ50まで来ましたよ。ちょっと待って、これ、売ろう、売って、そうだよね、範囲が重なってるって、それだけで損しちゃってるから、ここでちょっとマックスまで上げて、ちょっとそろそろあれだね、範囲分散させる時がやってきたな。ここら辺も被っちゃってるもんね。どうしよう。前衛で1体止めた方がいいのかな、わかんないな。とりあえずここで1体止めてるけど、まあでも、あ、でもこん、まあそうだね、こんな感じでいいのかな。いやー、ジャガーノート来てる、ジャガーノート来てる、オッケーオッケーオッケー、危ねえ、ちょっと待って怖い、いやー、この圧倒的な数に押されそうになる、怖い。ちょっと待って、どうしよう、いやー、そうだよね、これ重なっちゃってるもんな、ここ範囲が。まあ一体前に置いた方がいいか、一体、そうだよね、一体、いやー、でもどうなんだろう、わかんないな、どうなんだろう。まあ最高栄にもいた方がいいのかな、万が一突破された時のために。はい。というところで、とりあえずちょっとウェーブ51までね、突破できたんですけども、ちょっとこっからはですね、もう限界というか、いけるところまでね、行ってみたいと思います。あー、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、ウェーブ59で、え、ちょっと待って、やばい。え、死んだ、やばい。あ、やっぱ終わったー、やばいやべー、ちょっと、くそ。やばい、ミスった、ちょっと配置変えてたら死んじゃったよやべ、めっちゃ情けない終わり方だったわやばい、ちょっと今さ、ちょっと完全にやっちゃいました。やらかしザタさんだよ、これ。やっちゃったよ。あー、くそー、すげー消化不良、やばい。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。いやー、ちょっとすいません。今ね、完全にね、もうスマホいじりながら、まあ、横でちょっとね、ご飯ちょっと食べつつね、軽くつまみながらやってたら、とんでもないことになってた。ダメだね。やっぱね、よそみはダメだね。よそみはダメです。はい。というところで、いやー、ちょっと今回完全に不甲斐なかったな。何のちょっとね、見せ場もあんまなかったんですけど、まぁ、ちょっとこれはリベンジします。これはね、リベンジします。はい。まぁ、ちょっともうちょっとね、ゴッドリーキャラとかね、ちょっとね、一個ね、浮いちゃってるんだよね。結局使ってないユニットがね、今出ちゃってるんで、やっぱこの3枠ね、この、ゴッドリーキャラとかね、やっぱ入れてちょっと再挑戦したいなと思うんですけどもね。いやー、不甲斐なかった。はい、というところで、ちょっと本日はこれにて動画終了するんですけど、またちょっとね、これはいつかね、ちょっとまた強いユニットを手に入れてですね、再挑戦したいと思いますので、まあ、ぜひですね、続報が気になるっていう方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、そしてベルマークのところ通知パチッとね、オンにしていただけるとめちゃめちゃ励みになります。いやー、めっちゃ悔しい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よそ見は絶対ダメー。